足立さん、この辺ってもう、ああ、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ、誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カスカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、カスガ一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんと来たか。みんな、危ない人じゃねえみてえだぞ。つまり、あんたコミジュルの人間だよな。そうね。え？どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの。ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの？そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ、俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさ。そんなに怖がらないで。怖がるって。あれ、そんな風に見えちゃってる。大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさ。どいつもこいつもだらしない。なんかずっと人気がないよな、この辺って。カスガ、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だ。なあ、そんな気がするな。私も。おお、引き返せねえってことか。どうしたの、ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い。おっかねえな。何これ、めっちゃすごい。知ってたか、カスガ。コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てか、こんなに電線引き込む意味って何なんだ。
ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ、たかがゴキブリじゃねえか。俺んちで見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え、女が消えた。え、バカ野郎、一番なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た、ボウガンだ。コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いおめかぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか。なら次はこっちから行くぜ。上がってこい。よし、行くぞ。ぶっ飛ばして。逃がしっか。うめんな。やりやるな、今のうちだぞ。来るか。やってやるぞ。やってみろ、コンビラボ。お前見せてやるよ。ハッピーバースデー。逃げるな今の。俺の番ね。なめんなよ。強くなっちまったか。ちょっと、おい、おう、ああ、やってみろ。やってやるぞ。
開けてみるか。やったぜ。